2022年になりました、うん、ちょうどね今庭に咲いている白い椿とこの斑入りの椿はねまだ開いてないんですが、まあ、結構つぼみが大きくなったので切ってきました。そしてロウバイですね。ロウバイはもうね去年早くからね咲いています。これをね描いていきますね。今日の紙ですがホワイトワトソンです。25cm×20cm っていうことで 3F サイズよりね 2cm ずつこうちっちゃくしています。少し四角に近い状態になっています。そして絵の具の方はホルベインです。クリムソンレイキ、オペラ、レモンイエロー、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、バントアンバー、以上7色で描いてみたいと思います。今日の光ですが右上からの光っていうことで描いてみようと思います。で今日の器なんですけど、これ備前焼のビールジョッキって言いますかね、マグカップですね。備前焼っていうことにこだわる必要はないかなと思いますので、ちょっと先っちょがこう広がって細長い器ですね、少し左寄りに置きますね。真ん中はここですので、この辺りに、白い椿を、まあ、2輪集めようと思います、まあ、こちらに1輪ね持ってきますね。形は白い椿にするつもりなんですが、色としては斑入りの椿っていうことで描いていこうかなと思います。後ろに、ロウバイがこのように咲いていくよっていうことで、まあお正月らしいね明るい感じの絵柄にしたいかなと思いますね。あと1輪ここに後ろ姿をねちょっと入れようかなと思います。はい、こんな感じですね、つぼみをこの辺に入れてもいいかなと思いますね、サインがこの辺りに入りますので、まあ、大体画面が全部埋まったかなっていう気がします。で椿なんですけど、少なくとも5枚の花びらがありますので、5枚以上の花びらを描くっていうことでやっていこうと思いますね。から葉っぱも、結構ねこう虚子があるんですが、あまりこう虚子をこのギザギザですね、虚子をあまり強調してしまうとギスギスした感じになりますので、虚子にこだわらずに描いていこうかなと思います。そしてロウバイですよね。ロウバイはね薄くって透明感のある花びらが、そうですね少なくともまあ10枚ぐらいはついていますね。なのであんまり形にこだわらずに、塊として描いていこうかなと思います。じゃあ下絵をねちょっと丁寧に描いてみますね。下絵ができました。椿ねここへ 1,2,3,4、まあ、つぼみを入れると5個描きました。から葉っぱも、まあ、ちょっと少なめにね、描いています。そしてロウバイですね。斑入りの椿っていうことで、まあ、これに斑入りの模様をつけていくわけですが、あまりたくさんね、極端に真っ赤にしないで、白い椿の中に少しばかり赤い斑が入ってますよっていうふうにね、お正月らしいおめでたい絵にしたいかなと思いますね。下塗りに入っていく前にマスキングでちょっとしべだけをね、おしべのしべですね、これだけをねちょっとカバーしておこうと思います。ね、なるべくまあ細い線がいいかなと思いますね。花粉の入ったヤクも一応ねカバーをしておきますね。こちらもそうですね。まあ、いくらかね、やっておくと、綺麗かなっていう気がしますよね。はい。じゃあ、ちょっと乾かしてね、下塗りに入っていきたいと思います。はい。マスキング液ね、乾きました。鉛筆の線もね、ちょっと薄くしておきました。じゃあ早速ね下塗りに入っていきます。まずねレモンイエローですね、まあ、ロウバイの色が黄色っていうこともありますし、
しべの、ヤクの色ですね、おしべの色も、黄色っていうことで、最初に黄色を入れておきますね。で、葉っぱだからとか、ロウバイの花だからとかいうことではなくって、この辺りに黄色があるといいんではないでしょうかみたいな感じで入れておきますね。しべの辺りにも入れておきますね。はい、だいぶね黄色が入りました。じゃあこれを水筆でしっかり伸ばしておきます。で、椿の花びらもね、当然黄色ではないんですが、黄色が入ってきます。ただここは白く残したいよっていうところは入れないように残す必要があるかなと思いますね。はい、そしてこのレモンイエローにサップグリーンを少し入れますね。明るい緑色になります。これを、この周辺部分にね持っていきますね。葉っぱの、色っていうイメージではあるんですけど、椿の葉っぱってこんなに明るい色はしてませんのでね、必ずしも葉っぱの色っていうことにこだわってっていうことではないです。これもしっかりぼかしておきます。はい、そして今度はこれにセルリアンブルーですね。そしてバンタンバーです。灰色っぽい緑色、もしくは青っぽい緑色っていう感じですね。これをこちらの、花の下の暗い部分とかね、暗い葉っぱの方にこう入れていきます。で、これをさらにバンタンバーを増やしてちょっと茶色っぽくしといて、備前焼きですけどもね、あまり備前焼きっていうことではなくって、こちらの方が暗いですよっていうことで器込み込みで入れておきますね。で、これもさらにぼかします。はい、そしてティッシュでしっかり取っていきますね。そしてここで赤色を投入していきます。杭入りの椿の赤色のイメージなんですが、背景色として入れますので、オペラですね、これにセルリアンを入れて明るい赤紫色になります。これにここの横のこの汚い色ですね、これ少し入れて濁らせますね。あまりにも綺麗すぎるとちょっと困ってしまうみたいなところがありますので、少し濁らせました。花の暗い方ですね、つぼみの暗い方です。こういったところに投入していきます。だから必ずしも花びらに沿って塗るっていうことではなくって、この辺りにと暗めのこういう色があると、綺麗じゃないかなって思えるところに置いていくっていうことですよね。はい、そしてこれもしっかり始末をしておきますね。ここで黄色の部分と赤紫の部分が半々っていうとちょっと多すぎるかなと思いますので、赤紫の方が圧倒的に少ない感じがするなっていう方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じで乾かしますね。下塗りがね、だいたい乾きましたので次に入っていきたいと思います。まずね、椿の葉っぱ塗っておこうと思いますね。葉っぱの色なんですが、テリテリっとしたね、暗めの葉っぱなんですが、今日はね、明るい絵にしたいのであまり暗くしませんね。サップグリーンです。コバルトブルーです。少しだけバンタンバーを入れます。青っぽい色なんですけど、そこまで暗くないよっていう色にしときますね。あんまりこうご丁寧に塗るっていう感じではなくって、だいたいここが葉っぱですよっていうふうに分かるぐらいには塗っておきますね。はい、裏返ったところなんかもね、ちょっとつけておきます。とここですね、葉っ
葉を塗ることによって花びらの形がシャキッと出てきますよね。あまりね細かいことはしません。ここ葉っぱですよっていうのが分かる程度のことをやっておきますね。まあ、当然ねここに書いているもの以外にも葉っぱがいっぱいある設定ではあるんで、これだけではないわけですから、あまりね気にしないでどんどん埋めていきますね。とここですね、ここの後ろにこう回り込んでる分です。一応鉛筆で描いているのはまあこのくらいなんですけど、実際はもっとたくさんあるよっていう設定になります。例えばこういうところですね、当然付け根から出ている葉っぱが向こうに向かってこう出てても不思議はないわけです。描いてなくっても、まあ、ここに葉っぱがある方が自然かなって思うところには付け足していかれたらいいんじゃないかなと思いますね。ここにもちょっと足しておきますね。こんな感じでね、かなり画面がね埋まってきたかなと思います。そして今度はね線描したいと思いますね。蝋梅の方の線描ですね。黄色い花びらの中の線っていうことですので、まあ暗めの黄色っていうことにはなるんですが、バンタンバーでちょっと暗くしてみますね。こんな感じです。ちょっと濁ったような黄色ですよね。線描してみますね。濃いめです。濃い目でね、線描をしております。椿の花の方の線描はあまり必要がないかなと思いますので、斑ですね、斑の色をつけることによってもうそれがすでに線描の代わりになりますので、クリムソンとオペラですね、ちょっとだけセルリンを入れて少し傾けますね。例えばこのラインです。このラインの斑ですね、模様です。でこれがね結構不規則なんですね。なのであんまりきちんと同じような感じで描いてしまうと、それって本当みたいなことになりますので、かなり不規則に描いてくださったらちょうどいい加減かなと思いますね。もうちょっとオペラ増やしますよ。ちょっと明るい絵にしたいので、もうちょっとオペラを増やします。はい、こんな感じですよね。途切れ途切れっていう感じで入ったりしますので、まあ、そういうところのニュアンスを丁寧に入れていくべきなのかなと思いますね。じゃあちょっとやってみますよ。はい、だいぶね符が入りました。で時々ねオペラとレモンイエローを混ぜたり、あるいはもうちょっとねこの辺の濁った色を混ぜたりして、微妙にね斑入りの斑の色を少しずつ変えています。はい、そして今度は額ですね。こういう額です。線描しとこうと思いますね。これは少し暗めの方がいいかなと思いますので、サップグリーン、セルリアン、バンタンバーで少し、茶色に傾いたような色にしておきますね。これでも太いぐらいですのでね、なるべく細い線で描きます。じゃあ描いてみますね。はい、だいたいこんな感じです。じゃあね次に枝を描いてみます。この色にもうちょっとバンタンバーを増やしますよ。
まあ、茶色よりはちょっと灰色に傾いた、あるいは緑に傾いた色です。こういうとこにね、枝がありますのでね。で、まあ、当然ね、こういうところに軸というか枝がまあ見えるわけですね。そして、こういうところの花びらですね。これ斑が入ってない部分もありますので、そういうところはね、こちらで作った赤色ですね。これベラに少しレモンイエローが混ざったような鈍い赤色ですね。これで、ここですね、ここなんかは斑が入っていないっていう設定ということで、まあ、境目がはっきりしないわけですね。そういうとこだけをこういうふうに線描しておきます。あとでね、また暗い部分を暗くしますので、まあ、徹底的に線描はしない方がいいかなと思いますね。ある程度の線描をしていただくと、まあ、それで十分かなっていう気がします。からここもね、ちょっと線描をしておきますね、軽くね。そしてここのね、備前焼の器ですね。これもちょっとこのままではちょっと困るので、まあ、茶色なんですけど、あんまり茶色くしたくないので、セロリアンを多めに入れて、こちら側はね、暗い方ですので、まあかなり暗くってもいいかなと思いますね。それとここですね、ちらっとここにまあ見えているわけです。そして向こうに日の当たる方に向かってぼかしておきます。じゃあこれで一旦乾かしますね。あまりにもね、葉っぱがはっきりしすぎていましたので、灰色ですね、セルリアンを多めのバンタンバ、あるいはサップグリーンがちょっと入ったような色で全体的に潰していきますね。で、あんまり暗くはしたくないので、葉っぱがくっきり出すぎないように、葉っぱの線もまあ曖昧にするわけです。曖昧にしておいて、ポンポンと取っていきます。花の線はしっかり出したいんですけど、葉っぱの線はあまり出したくないわけですね。なので、ちょっとぼんやりさせますね。だいぶね、これでぼんやりしたかなと思います。で、ポンポンと取っておくと、まあ比較的明るい感じになりますよね。葉っぱがこうザーッと広がってしまって、暗い絵になりがちなんですけど、そこはまあちゃんと取って、あまり暗くしないよっていうことですね。はい、そして花びらの一枚一枚の影ですね。重なりです。それをちょっとだけね、やっておきます。クリムソンとオペラちょっと混ぜて、例えばこういうとこですね。重なっている花びらの下の方です。に、ちょっと差し込んで、水筆で明るい方へちょっとだけ伸ばします。斑だけでもね、かなりまあわかるわけですけど、やっぱり斑だけではちょっと物足りないので、いくらかね、こういう重なりを影の色として、分かるようにしますね。こういうところですね。
全部やる必要ないかなと思いますね。ある程度のところで大丈夫かなっていう気がします。こういうとこですよね。からこういうとこです。麩がね、ない場所もありますので、そういうところは特に影の色として区別がつくようにっていうことですね。こんな感じでいかがでしょうか。ここですね。ここちょっと暗くしておきますよ。ここですね。ここひっくり返って中が見えてるよっていうことですのでね。それからしべの根元ですね。根元はね、ちょっと暗くしときたいので、ちょっと濁った色ですね、灰色ですね。これをちょっと根元に差し込みますね。根元が見えるのはここぐらいですのでね、あとはそんなに根元っていうほど奥が見えてるわけではないので、この程度でいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあこれで一旦乾かして、マスキング液を取りたいと思います。はい、マスキング液もね、取りました。あとちょっとだけ手を加えて出来上がりということにしたいと思います。マスキング液を取ったこの後ですね、これこのままだと何のことかわからないので、筋目をちょっと立てたいと思いますね。バンタンバーとコバルトブルーでかなり暗めの茶色っていうことで、これを細く使いますね。で、あまりにもたくさん入れるとちょっといけないかなと思います。最低限っていうことで入れていきますね。はい、ここもね、最低限入れます。そしてこれにちょっとだけ黄色を入れて、薬ですね。薬を一部こうやってかき起こします。あまり厳重にしないっていうことですよね。ちょっとだけかき起こしておきます。ここもね、あまりこう黄色にこだわらないでいいと思うんですよ。背景色として黄色がすでに入っていますので、暗い色で構わないかなと思います。プツプツとね、入れました。そしてこのね、暗い黄色で、ここのロウバイの書き起こしですね、これもうちょっとやっておきますね。すごく曖昧に書いていますので、もうちょっとだけね、書き起こしておきますね。この辺りもね、ほとんど筆が入っておりませんので、なんぼかはね、見えるようにしておいた方がいいかなって思います。はい、そして葉っぱの葉脈ですよね。これをちょっとね、少し入れたいと思いますね。これも暗い緑にします。コバルトブルー、バンタンバ、サープグリーンですね。これも細くね、描きますよ。最小限っていう感じですよね。はい、大体こんな感じでしょうか。でね、ここはちょっとね、煩わしいので、ここはちょっとね、こっちの花びらの方を優先しますね。なので、向こうちょっと潰しておきますよ。はい、
それからここのラインですね、ここをちょっとね茶色っぽい灰色で少しもう線描で出しておきますね。あんまりこう厳重にね塗らないで。とあとはこちら半分ですね、少し暗くしておきますね。あまりにもこう同じような明るい色だとちょっと立体感が出ませんので、暗い方を少しね色で潰しておきます。ちょっとだけこの辺のねロウバイの花びらを足しておきますね。ちょっとこの辺もね色がちょっと入ってないのでいくらか入れておきます。全体的に黄色をねちょっと多い方がいいので、まあ、だいぶ黄色が潰れましたのでね、黄色をちょっと入れてもいいかなと思いますね。はい、ここのラインをもうちょっとはっきりさせますね。これですね、このラインです。そしてこのラインですね、ここのラインですね。はい、じゃあこれでね完成にしたいと思います。サイン入れておきますね。はい、今年もよろしくお願いします。